る。ママトンです。パパトンです。ランちゃんです。今日はですね、待ちに待った、はい、こちら、はい、イエーイ、イエーイ。こちらはゾゾスーツですね。ゾゾスーツ、注文いつしたんだか忘れたけど、まあようやく届いたっていう。オープン。じゃあ、私が手に取る。じゃあ、わー、キャベよし。何これ、なんか入ってた。何これ頭。あ、ちょっと説明書ですね。何このボード、多分ね、これあれ、パソコンの、あの、パソコンの、これはこうやってマウスパッド。マウスパッド、多いけど、使うけど、マウスパッド、青青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 青まずゾゾスーツで、はい、まずはゾゾタウンアプリをダウンロードしましょう。はい、うん、で移動して、はい、ですね、プリンのメニューアプリのメニューの計測その他から計測ページへ、はい、アクセスしてください。はい、初めてちゃんと見たけど、あれなんだね、上と下で別々なんだね。男性も一緒？2個入ってた？全身タイツかと思ってた。ね、あ、別だ。あ、別か。おお。あ、別なんだ。他も。全身タイツかと思ってた。ね、しかもさ、ただの水玉かと思ってた。ちゃんとなんか、てんてんてんってなってる。ほら、てん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 って。ね、ちょっと、どんぐらいかな？ね、おい、どんぐらい？結構腕回りがね、ちょっとおかしい、おかしいって本当かなって感じなんですけど、右が 38.7cm なのに左が 41.6cm って、本当これすごい差がありすぎだね。ちょっと差がありすぎな気がするな。なんかもしかしたら右の方がクシュクシュってなったのか、そう、ね、分かんないけど、だって明らかに右の方が太いから。そうだよね、絶対右の方が太いよね、うん、あと腕の長さも60.7、右が 60.7 で左が 59.1。 そんな差ある？でも結構あるらしいよ、左右って。まあそう、うん、まあでも大した差でもないからあれだね。ウエストはですね、もう、ね、はい、88.9、 約 89cm ですね。おウエストで、脅威が 107.9。 まあまあそれバスト107もあるんだ。約108か。ウエストは89ですよ。おまあ、なんて言うんでしょうね、通常の健康診断で言ったら、うん、メタボス。そうだよね。そうだよね。メタボスね、僕は。で、まあでもそんなもんか。また下。また下。お、また下がね。え？また？右が73cm で左が 70.7 って。足の長さ違う。差ありすぎでしょ。あ、でもくるぶしまでだから、多分裾の具合が多分ちょっと微妙にずれたもん。もしかしたらどっちかがあの伸びきれてなかったか。伸びきってないかな。太もも周りは一緒だね。お、綺麗に 60.9cm、 どっちもじゃあ均等に鍛えられてる。均等に鍛えられてますね。そう、はい、じゃあママも着替えていきたいと思います。大型着用
な。なんかさ、変な格好すると変な動きしたくなるよね。したくなる。なんかこう、なんだろう。骸骨に見えてくるんだけど。何やっとんじゃん。なんか笑っちゃう。Looking at, I think she is something.